こんにちは。次の町にやってきたよっていうとこですね。一旦さ、レベルも上がったことだし、難易度を戻してみないか？これでもまだ食らうなら、何かまだレベルが足りないんだろうな。一旦な。で、村を探索してみましょうよ。そもそも、こっから来たんだよね、この村って。うん、こっからこう来て、で、多分、そこの山でいろいろとモンスターを狩るみたいなことやるんだろうけど、まずは、まあ仲間もいるしね。仲間がいるから次のダンジョンに行けるっていうのも確かあったはず。うん、まだ炎がない。神殿鉱山。なんか今アイコン出た。あれ、気のせいか。じゃあアイテムだ。水。ヤギ、これ何の話だ。あ、これか、ゴートキットってやつか。会話にならない。ロボット。入れる入れないってどうやって区別すればいいんだ。当たってみるしかないのかな。なんか言ってんな。ん？この人のこの会話って別にこうマークされないんだね、ここに。クエスト屋さんみたいなやつがどっかにあると思うんですけど、これも入れないんだ。喋れない。ここは何？なんかあるな。
ミスターコットンスノー、途中襲われましたね。高低差分かりづらいですね、ここ。なあ、取れないんだ。あーと、なにあれ、なんか怪しいよね、あの木。勇気の石。ここってどこだ。こういう扉とか入れるのかな。入れなかった。もう高低差ある町がいきなり来てるのすごいよね。ここまで来るの、ここまで来た時点でもう分かっとるやろみたいな感じだね。なんかあそこ上に犬もいるし、絶対お店だし、回ってくのかな。回ってくんだ。なるほど。とりあえずでかいとこ。なるほどね。店か。なんか最初の街ですら全然交換相手を見つかってないんだけどさ、果たしてって感じだよね。タスクはいろいろやってきたんだけど、単純に敵を狩るとかそういう行動を取ってないんかもしんないね。はい、ジェイミー・トワールソン、アイテムショップ、ここじゃん。アイテムショップじゃないか、これは。交換屋だ。普通のお店は別にある。あったはず。やべ。ゴートキットってさ、人なのかな？それとも、ゴートなのかな？これは犬だよね。宿。宿っつってるけど泊まれる場所ではないんだな。なんかある。ログエントリー、なんか取っちゃった。 あれか、ここから宿泊ルームに行くのか。これはアイテムショップ？トワールソンだ。帽子。雲じゃん、あの雪だるまじゃない。さっきの人じゃない？集中がアップで HP は減る。なんか全部揃えるととても
とてもこう相性が良くなるっていうタイプなのかな。とりあえずこの2つつければ、攻撃防御アップはもう普通に嬉しいんだよね。集中、この2つ買っとくと安心かな。 HP の増減よりも攻撃防御アップでいけるの嬉しいな。何を買った俺今、これか、大根あらば大根食えるよね。しかもサーキットに余ってる。あー、なんかやっちゃってもいいよな。遠隔がダメージ 12%、 これは嬉しいんじゃない。遠隔がね、なんか全然こう強化できてないっていう感じしますね。 12% は嬉しすぎない。ん、あー、装備売ってもいいけどな。今んとこあんまりアイテム使ってない、使う余裕がないっていうか。そうなんで、アイテム使うときに俺隙が生じるんだよね。その間にぼかされて終わってしまうみたいなことが何回かありました。ああ、そういう場所だ。眠う。試練を突破する必要があるようだ。試練中はなんだらかんだら、麻生区に行くと戦闘になるって感じなんだな。これちなみに難しいクエスト、そういうわけではないな。レベル17、水晶なんか。私のレベルって今何、12じゃちょっと辛いのか。これ破損区だ。ああ、ここで飛ぶんだね。聖なる異物ん、なんか戦闘じゃないっぽいな。パズルステージ、右側に行け、攻撃をしてくる。ああ、やるならもう全部一気にやるんだ。まず全部踏まないといけないのかな。これね、いや関係なかったな。何、関係ないの？関係ないわけないな。アクセスできないよね。踏んだら次いけるのかな。なんか右側になんか出た。敵を倒すミッションじゃないわ。あの、かわしてねの方のミッションだ多分これ。やっと意味が分かった。求めていることが分かれば。ここが中間で、
なるほどね。なるほどです。ガードを使ってね。って言われてます。ああ、もう。オッケー。はい。最短は無理。いや、いける。なるほどね。これね、方向ボタンを入れっぱなしにしてると、ちょうど滑るぐらいの距離感なんだよね。打つ。やばい。いやー、ガード出せなかった今。いけんのかな、どうだろう。壁にぶつかった、間違えた、あかん、適当になってきてる。でも耐久系のミッションってさ、あ、これあれか、なんか高い台からじゃないと撃てないとか言ってんのかな。微妙にこれ高さ、いや同じだろうな。それ今日のパートここで終わるな。よっ、なんだ、やっぱ当たってなかったな、さっき。もうマウス操作めちゃくちゃになっちゃったね。左が移動で右がガードなんだけど、この向いてる方向がガードなんだけど、ガードかけようとして移動してた。前進しないんだ。まあめんどくさいわ。あかん、めんどくさいが勝ってきた。これもうやること分かってんだもんな。下手なだけなんだ俺今。下手なだけ、下手なことを正当化するんじゃねえよ。こんなチャージ時間かかった。打てないんだな。毎回何をしないといけないの俺。まあ変なボタン入っちゃうな。ガードを入れようとした時に特殊能力が発動する。黄色は青がそもそも入れなくて、黄色は弾は通る。
これってさ、押され落ちすんのかな。でもこれ耐え続けるのかな。岩のように動かす。ああ。なんかアンダーテールみたい。終わった。これでレベル17ぐらいなんだ。いやどうする時間制限、シード禁止、あ、受けといてガード向こう、リードでもやるなら今か、やってみる。シールドは使え、これもう一切使えないってこと。え、シールド使えないってさ、あの最終ステージも避けどってこと。攻撃はできるんだよね。シード出せるけど出しちゃいけないってこと。間違えて何してんの。これ失敗しても時間経過してるか。ああ、あかん、ノーミスクリア求められてるのか。でもめんどくさかったな。めんどくせえわ、やっぱりそれ。あー見えなくね。やめよっか、やめよう。めんどくさい。やってりゃできるけど、めんどくさいが勝ちました。やってりゃできると思ってると、そのうち痛い目見るんじゃない？もうすでにできない体になってんじゃない？やめなよ、そういうこと言うの。かわいそうでしょ。知らない方がいいんだから、そういうことは。あ、クエスト屋だ。まだ2つある。説明イベント。最初の船長ってどこ行ったんだろうね。最近あの人からの通信も来ないね。
デジタルじゃなくてね。これを手に入れたい感じするのか。どっかにいるってことかな。やべ。まあなんか意味深だよね。上の階でクエスト。なんか行ってなんかやれよって感じじゃない？どこかで見つかる。探知機。なるほどね。つけない理由がなくない？すべてを常時オンでいいんじゃないのこれ。うんうん。次のダンジョンってそっか、だからその鉱石神殿なの話か。でそこはこの2人でペアでいけって。ファーストカラー、ファーストスカラー。そうするともうこの場所から変わっちゃうんだけどな。オータムライズのオベリスク。先がさ2つに増えてんだけど、I see。お、太陽の暖かさ。ワーフって感じだな。いいね。手助け。跳ねる毛玉。とりあえずもらいます。 あの内容は後で考える。これ一旦受け取ったけどさ、非表示にするみたいなコマンドあんのかな。さっきのミッションとか多分だけど2分ミッションとか多分やんないから、受け取ったけどキャンセルしたい。こっから上に行くとダンジョンになるが、ギルドに凍結や炎上、水を飲め。村だいたいザクッと見た感じかな。ちょ細かいいろいろ隠した通路とかはあるだろうけど、今すぐ行ける場所ではないかもしんないもんな。最初のステージ戻るって感じだね。ここはいけないね。ブルーアイズシェイド。なるほど。
分かりやすい。どうしよっかな。そこどうやって行くんだ。向こう側に上の道があるな。なんで俺屋根上に行ったんだ。ここの屋根の上に乗れれば、そこの屋根の上に乗れればいい。そこの屋根の上に乗れればいい。なんだここ。ああ。なんか、あれ？上から降りてくるっていうのやってないんだ。でもここに乗る手段ないな。いや、あるか。下のその崖が、ん？孤立してるな。いや、この上の台だよね。上の台だから、ここからだから、この上だ。この、あ、さっき言ったやん。さっき、そこ乗ってたよね。これどうやって乗った？こうか、なるほど。これでここ行けるし、まあ、行っとくか。バグシェルです。多分、交換アイテム。な、これさ、階段の登る場所とかをメモしとくのもいいのかもしんないな。忘れないために。毎回探すの、ダンジョン内とかでも毎回探すの、地味に。あー、これ行けるぞ。牛じゃ。うわー、これ探すのか。コードキットだった。小ヤギってことね。あれ、さっきさ、そもそもなんでこう登りたかったんだったっけ、忘れてたよ。なんかあったよな。この辺に登る足場が、いや違うのか。これもしかしてここからはお前は来れないけどっていう話か。どこにいるんだろうな。これ渡れる？あ、いや渡れないんだ。なるほど。うわ、どうやって行くんだよ。右側から、そこの右上に渡っていればよかった。帽子をあげる代わりに別の帽子をもらってきてねみたいな感じじゃない？作ってあげるか。なるほど。戦闘ランク B ってなんだよ。な、わが、やばいやばい、わからなくなった。どこだったっけ？私がいたのはどこだ？ここじゃない。あ、ここだ。高さがわかんねえんだよ。降りていいんか、これ。なんか、屋根の上行ったらとりあえず大丈夫な感じするけど。ここから？
いや、向こうから回ってこいだか。あー、降りちゃダメじゃん。じゃあこの上なんだもん。ん？そうですか。いや、そ、こっからそこ乗れないよ。乗れるんだ。ちょっと高さやっぱ分かりつえな。分かりつったけど、なんで？倉庫だ。あそこにジジイいたぞ。戦闘とかじゃなくて、不思議見える。本部どこで銃どこで受信したんだっけ、このクエスト。序盤だよね、ここだよ。うおい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 、あー、いや、どうする？いや、今日は一旦これ終わるんだけど、戦闘もしてないし、どうすっかな、その、ギルドに組まないかっつ話進めるべきなのか。神殿の中に行くのはなんか多分まだ早いんじゃない？わかんないけど、ギルドに行ってギルドってどんなもんなのかを見て、それが終わってからもう一回この辺来て、で、ここの一個前の、山の中で物資集め兼、レベル上げみたいな感じで戦って、それから神殿行くっていう感じにするかな。次回はギルドに戻ってみましょうか。